さあ、何の一曲一本場、京卓が1位、岡田が少しへこんで日向が抜けてはいますけど、まだまだ接戦ですね。まだ全然わかんないですよ。はい、日向さんはここで4000オールとか1回引けると相当トップ率高くなりそうですね。確かに、うん、ドロ3ピン、いつも次第か、あまりいいとは言えない。萩原ドラーか、うん、いいじゃないですか、赤ドラある、ドラドラ、岡田ドラドラ、うん、久渡はマンズの鬼、マンズがすごい、3メンツできます、めちゃくちゃいいですよ、3メンツできてますよね、これ。あと1メンツマンズでできたら鎮圧じゃないですか、もう。これはずるい。赤馬欲しい。岡田さん、ドラをね、固定して仕掛けとかのマンガンルートもあるかなってちょっと考えてましたかね、今のは。ただやっぱりっていうことは、リアンピンを切るようなことになるんですか、そういう意味では。まあ、ただやっぱり、普通にスーピン受けとして使っても十分打点あるんで、しばらくこのまま赤の形をキープしたいところですかね。はい。マンズ !3 ピンじゃないよ、欲しいのは、そう、うわー、マンズ引いた。一気に行きましたね。行きました。この先は仕掛けありますね。3万チー、はい。パーマンとかはカンパーマンのチーがあるのかな、今、久渡さんの頭の中では本当何を泣くかとか、もうすごい多分ぐるぐる考えてますよね。はい、自分の手番来る前にも決まってる人ですから。そうですね。さあ、マンズで染め上げるか。日向親番、ちょっとまだ手は苦しそうだ。萩原はタンヤオケです。タンリャンマンを払う、タツは安牌ですか。もうタツの方向、候補は出揃った、ね、っていう感じですね。最低限できてるんで、はい、これね、1日3があるんですよね。岡田さん、ここで、ドラ固定か。いやー、ちょっと久渡さん以外みんな時間かかりそうなんで、ありますよ、ここで。ありますね、十分ありますよ。いっぱい引けるか、3万あたり、3万ありますね、2枚も。萩原さん、仕掛けもあるかな。ありそうですよね、全部カンチャンでドラーカなので、はい、C1 とスーピンあたりは結構喜んで、来た、来た、まずスーワン、これは換算マンとウーパツみたいな、パーマンハツみたいな、はい、うん、ウーマンが3倍か、はい、そうですね。お、ドラアンコ、いやー、これ、あ、じゃあウーマン出る可能性ありますね。うわ、ウーマンポンじゃないですか。まあチーかもしれないけど、ポンとチーどっちだ。チーかな、チー3枚手に残ってたが、上になった時にタメンちゃんとか来そう。あ、カンチンマチーしましたね、ドラーカの萩原、ここで単葉で発進です。あー、ウーマン出るかもしれない、出るかも、急走か、急走、いや、これ危ないっすよ、残ったら危ないっすよ、危ない。これ3枚引かれたらね、うわ、豊潤になりますよね、ウッパーマンですよ。日向さんは親ですけど、点数あるし、ちょっともう厳しいか、この手は。萩原の仕掛けもありますからね、単葉がドラで、こういう萩原の仕掛けやっぱ怖いとこありますからね。そうですね。いやー、久渡目立ってます？いや、そこまでではないと思います。はい、マンズがちょっと高いかなというような印象ありますけど、これマンズアマンスにテンパイする可能性あるんでね。ある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 。うわー、久渡怖いぞ、久渡が怖いぞ。いや、岡田さん、ここで赤ウアありますよ。ある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 、十分ある、もう形十分なんで、十分ある、まだ引っ張る、いやー、これ日向はいけないでしょう。もうおそらくトップ目っていうことも、あの、手伝って絞りに入りますよね。そうですね、もう、はい、日向さんはこの曲完全にガードだと思います、思います。ドラは3ピン、ここはつもぎり、いやー、うわー、まあ、これはしょうがない、危ないよ、3枚引かれたら、うわ、これはまだまだテンパってはないですよね。ノーテンですね、ノーテンですね、そうですね、はい、はい、
でもこれいっぱい転売できるようになりましたね。いや数万や9万のポンもいいし、まあ、ローマンとかのポンもいいし、はい、ってかもうめっちゃ広くなってますね。転売らないマンズ探す方が難しくなってきますねこれ。確かに。あれこれあれ全部かな、全部っぽいですね。イーマンは、イーマンはペンサーマンなんないですか。うーあならないか。あれあここで赤ウソ打てないってことだ。え大丈夫かこれ。ヤンマン切ってもほとんどボスがないのかなということですか。あ3万これはチーだ、さすがに。うんこれはチーですね。あでも考えてる。だからウソがどうなんだっていうことなんでしょうね。チーしますね。そこまで危なく見えないですけどね。うーんこれでサブロ9番ですね。はい赤ウソ勝負。いや3万はどうせ転売できるし、あのリャンマンいらないなっていうことですか。おそらくそうですね。はい、まあ、リャンマンだけですか、うん、ミスってし裏目になってしまうのは、まあ、ポンして転売も多分取れる形だったんで。はいいやこれでもリャンマン打った後の赤ウソですからね。そんなになんか言われてみればそんなにやばい仕掛けに見えない。言われてみればうわこれで5689マチとかできますね。マチ選択でもこれはつもぎだ。サブロキバのまま、サブロキバのままが良さそうに見えますね。本当ですか。はい3万とかまだ盲点になってる可能性あるのか。9万がここに2枚。いや萩原さんもテンパない。何も引きませんね。先ほどの仕掛けでねチーソーがね小方のところにスーッと流れてきました。どうぞ。うわ3番危ない危ない。8000ここは久渡だ、岡田からの8000。いやこれやっぱりヤンマンと赤嘘の基準聞いたんじゃないですか。なるほど岡田の、いわゆる盲点に入ってしまった3万。はい久渡は受けつつ転売チャンスもあまり減らないということで、うんヤンマンを先打ち3万チーの嘘切り、3万でローマチーツの8000。これで久渡が3万点を超えてくる、岡田が1万点を割っている。さあ何の2局親は萩原、セミファイナルシリーズ初登板です。ドラは水槽